向こうかから来るけど私は分かんないですでね通り過ぎようとするんですこれいけないと思って声が出ないんです体力がなくてここをねあのとにかく出ようと思ったら足がいくらか動くもんですからこっちの方に下ろって。 学校の坂を降りる時に、えー、下ったところにいつも通学してたところの懐かしい道路なんですけどそのみんな転がってんですよ焼き死んでそれでね私ね踏んづけちゃったんです子供そも、ね、結局膨張して膨らんでちょっともう3歳ぐらいに見えましたけど2歳以下だったのかなと思ったりして、ね、でそれの時にねあのもう膝がね慣えー、泣いちゃってね 動けませんでしたああもうきなんか気が抜けてあ踏んづけちゃったっていうあの気持ちが大きくてそれでも我が家のことがこうやって頭によぎりもんですから我が家はどうなってるだそれで思い直してはってそれからもはうんですその橋のところまで行ったら折れてましたよねあそこ。 いでね今度はもまた戻って川の中に入ってきました 3m か 4m ありますよねあそこはそいであの入りますとねもうお湯なんですね水がで夏だからあの膝までぐらいしかないですよ水減っててでもうみんな死体が飛び込んでんですよあの被災者がそいで当たるんですよ水の中にね気の毒にね それでもうそれを避けながら避けながら上がりましたよ剣道にそしたらねあのやっぱしみんなのドロ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 通ってましたねそれで何でかちょっとあの駅が2つ焼けてるから道のうに救援連車が来てるからあの頑張ってきなさいってあの大村とかにみんな行ってるからとか言って海兵隊の兵隊さんがね元気づけていらっしゃったけど。 もう周りにねもう3倍ぐらいに膨れ上げ上がった群馬とか人間とかもうもうねそういうのもだいぶ山里で死体に慣れてるもんですから私もあのとにかく我が家の方に行こうと思って住吉の方へ行きましたね歩いてでも暗くなりましたからもう水も一滴も飲んでませんからね食べ物も朝食べたきり。もう,そういでねあの あそこは住吉のちょっと右側に入ったところ畑があるのを知って防空壕も知ってましたからやっとそこへ行って休ませてもらったんですね。そしたらあのー「入んなさい」っていうことで電気,電気ありませんよね懐中電灯もろうそくつけて,てあの見られたらもうあんまりひどくてびっくりされましたねその出てきた人が。 それで山里でやららたたって言ったら山里ってて言「ああみんな死んだぞあの辺も」って「教会の辺も」とか言ってねその後あと顔がもう,、ま、もう赤黒くもうなってるからやけどかもしれんっつって油で塗って綺麗で油をつけて拭いてくださいましたけど拭いても拭いてももう真っ赤でねらしかったですね。私はもうねあの半分 力ないですからね目の力も体の力ももうやっとそこまで張ってきたんですからね何か廃墟が出ましたかそれが素足だったんですそれを死体の家からね汚い水の中それからあのいろんながれきの上をねそれが不思議とね神の救いっていうかねあの先祖様の救いかな気がなかったんですそれで夜が明けた朝 あの5時ごろあのとにかく我が家の方に帰りたい一心でじゃあもう体中しびれてんですねだからあのそれでも帰る一心で自分がどんな姿か分かってないんですそれであのトマトの畑があったもんですからあの竹の支えをね抜いて杖つ,つえの代わりにしてとぼとぼ,とぼ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 住吉の通りの通りまで。 ちょっとトンネルの、あのー、入り口の手前の方でしょうね何百メートルぐらいか150メートルぐらい手前へ出てきましたであのその、うん、剣道へ出た時にあのみんなが哀れな格好をあまりしてるもんですから皆さんが私を見るんですね私すごい格好だと思いましたその時に。<laughs> みんながねもう それは自分の姿は見えませんもんね目を腫れてるしそれどころじゃなかったですで父がね来るんですよその剣道へ出た時にで父が向こうから来るけど私は分かんないですでね通り過ぎようとするんですこれいけないと思ってで声が出ないんです体力がなくてでもね絶世屋かなんかで狂ったようになしたんですねそしたら分かってそれで帰りましてやっと コンコンと眠ったんですけどあのみんなに親戚なんか来てましたけどあんまりすごいのが帰ってきたんでもう帰りましてみんなねどっか場所を変えて避難,避難先を、うん、それほどひどかったその時にあの脱いだものが置いてあって、まあ、網です背中何もないです着てるもの。そこで佐世 グインさんがいらしたその時3日目にあのそのそ海兵隊の少年のようなね18歳ぐらいの人が4人で迎えに来ましただから情報が入ったんですよねでそこまで連れて行ってそれで治療台に乗せられてもうそのまま載せられてた単価のままそれであのもうガラスの音が脳本に音がするんですねカチャ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 ピンセットでねであの耳の奥から3個出ましたってあのこ 爪ぐらいのの大きさのがねでも奥は骨だって言ってらっしゃるでもねあのその時はもう溶土沈恵を流しただけですよ消毒はもう縫いませんしどそれどころじゃないで消毒しただけがあの幸せもんでねでみんな死んでるんですから途中でそれであの岩屋の,あの山水が流れてましてねそこであのこう冷やしてたんですね暑いから。 9月に入ってもそしたら斑点が見えるじゃないですかそういう意味ではこれおかしいと思ってねよ変な予感したんですでこするとね散りますね血管ですから血管の血のた塊ですかねよどんでる斑点っていうのは多分そうですね斑点が出た後に出だした何日かして出血したんですけど その出血っていうのは鼻血っていうようなもんじゃないんですよ吹き出すんですからあのー、最初5時頃鼻血がちょろっと出たんですねあの脱脂綿で詰めてたんですけどどんどこどんどこ止まらないんですであのー、結局あのー、洗面器を持ってきたタオルを持ってきたりそれでも止まらないんですねでこれ純常じゃないって言って父がお医者さんを探しに行きましたよあの疎開してらっしゃるお医者さんをね人づてに聞いて。 だからもうねあの結局後で分かったんですけど血管肝臓が機能しなくなって血管があのよどんじゃってそれがたまったのが出てくるんですね吹き出すんですよあの脱脂とかタオル当てたのぐらいじゃだからみんなね近所の人が来てそうやってみんな避難してきた人が死んでるからもう危ないねってこそこそ話してますよ。 だけどとにかくね白場を過ごしてきてるから割とねどうなるんだろうっていう冷静で息ができないんですね鼻からも口からも出るからで止めるでしょ息を呼吸をスーッとあそのままばい出るんですバーッとあんなのってないでしょ今の時代は。